これが、阿蘇山の噴火口ですね。今、どんどん噴煙をこれ上げていますね。かなり立ち上っています。これによって、噴火口への立ち入りは禁止になりました。ここにある、ロープウェイも中止になっていますね。これが駐車場ですが、すごいね、今日は。今やもう帰っています。阿蘇山から一応今度は鹿児島の方に向かって帰路についています。この雄大なこの裾野と森から、外輪山の方にですね向かっていますね。こういう景色はね、あんましないよね。